今回は場合の数と確率の関係、順列と確率の関係、組み合わせと確率の関係について一緒に勉強していきましょう。まずは解き方の手順、キーポイントですね。キーポイントその1です。確率を求めようと言われたら分数ですね。分母は起こりうる全ての場合の数ですね。分子がその問題で指定されている出来事、起こることですね。事象 A が起こる場合の数です。これを計算します。では次、キーポイントにですね、並べる確率の場合は今まで勉強した順列ですね、 P や N の階乗を使ってこのような数字を求めます。ではキーポイントの3ですね、選ぶとか取り出す確率の場合はこちらですね、組み合わせ C を使ってこのような場合の数を求めます。ではまずこのキーポイントを暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。ではいきます。実際に問題を解いてみましょう。空欄がありますね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して考えてみてください。はい、どうぞ。ではいきます。括弧1ですね、男子2人が隣り合う場合の数をまず求めましょう。そうすると男子2人を1つの塊としますね。全体では男子2人、女子4人の6人いますけども、男子2人を1つの塊とします。ですから式はこうなりますね。5の階乗かける2の階乗です。計算すると240です。この5の階乗とは何かというと、この男子2人を1つの塊にすると、この男子2人で1つですね。でこの1つの塊とあと女子4人です。ですから5の階乗ですね。で2の階乗というのは男子2人いますよね。1つの塊にした男子2人がいますけども、彼らが並ぶ並び順ですね。それが2通りになりますね。ですのでこの5の階乗かける2の階乗になります。それがこの240ですね。先ほどのキーポイントの分数でいうと分子に当てはまりますね。事象 A です。では次ですね、全体の場合の数を求めます。男子2人、女子4人の6人の並び方ですので、これは普通に計算して6の階乗ですね。そうすると720、この720が全体ですね。したがって求める確率は分数で720分の240、約分すると3分の1になりますね。では次、括弧2ですね、袋の中からですね。で黒玉3個の中から1個と白玉4個の中から1個を取り出す場合の数です。で式はどうなるかというとこうなりますね。黒玉3個から1個を選びます。ですから 3C1 ですね。そして白玉4個から1個を選びます。 4C1 ですね。でこれはかけます。大丈夫ですよね。黒玉3個から1個選んで白玉4個から1個を選ぶので、英語で考えるとだと、だから掛け算です。すると12通りになりますね。では次です、全体を求めましょう。全部で黒玉3個、白玉4個の7個があるわけです。ここから2個を取り出す場合の数ですね。ですから計算すると 7C2 ですね。で21になります。で全体が21、求められた事象 A ですね、それが12になるので、分数で計算して21分の12、約分すると7分の4になりますね。今回はここまでです。ありがとうございました。